こんにちは、モノグラフの堀口です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今日もですね、カメラの話をしたいんですけれども、僕はですね、今この動画も撮ってるんですけれども、最近ですね、キャノンの EOS RP っていうカメラ、使ってまして、フルサイズなのでめちゃめちゃボケて綺麗な画像が撮れて、それでいてめちゃめちゃコンパクトで小さくて、かつこの自撮りもしやすいっていう、すごいいいカメラなんですけれども、今まで僕はソニーのカメラ α7R III ですねを、使っていて、で、それ用のレンズっていうのはたくさん持ってたんですけれども、まだこのキャノン用のですね、レンズっていうのそんなにこう、掘れてないので、今日はですね、また新しいレンズ一つ買ってみましたっていうようなお話ですね。今日紹介するレンズはもう本当に定番中の定番なんですけれども、実際ですね、試してみたらこれめちゃめちゃすごいよくって、これはもうおすすめせざるを得ないなという形で、ちょっとご紹介させてもらいます。早速なんですけれども、こちらですね、キャノンから出てます、EF50mm の F1.8STM っていう、レンズですね。こちらですね、逆に知らない人の方が珍しいんじゃないかっていうぐらいの、レンズなんですけれども、いわゆるですね、マキエレンズって呼ばれてるやつですね。まずはとりあえずこれを買いなさいっていうことで、メーカーが価格も抑えてですね、非常にこう手に入れやすいんですけれども、それでいてめちゃめちゃクオリティもしっかりしているっていうようなアイテムですね。一般的にはマキエレンズって呼ばれることが多いんですけれども、一方でですね、その性能と価格からですね、キャノンの紙レンズって呼ばれている、ものの一つであったりするので、ちょっとこれはですね、ぜひ僕も試してみたいなということで試してみたらめちゃめちゃ良かったです。ちょっと簡単にですね、この EF50mm の説明をしますと、こちら 50mm っていう画角なので、ちょっとだけ、望遠寄りっていう感じですね。なので物撮りとかあとポートレートですねっていうのは非常に適してます。で、かつこれ 1.8 っていう F 値が非常に小さいので、めちゃめちゃ背景がボケます。今この動画を撮ってるレンズが 35mm の F1.8 っていうものなんですけれども、そちらよりもですね、これ焦点距離 50mm で、長い分、さらにですね、背景がボケますっていうレンズですね。ちょっとですね、その 50mm の、F1.8 がどんなもんかっていうのは、ちょっと作例こんな感じでお見せしますね。これ1本で物撮りだったりとか、ある程度の風景とか、カバーできてしまうっていう、非常にいいレンズなんですけれども、やっぱりですね、これが人気の理由の推しポイントっていうのが、2つぐらいありまして、1つはですね、これちょっと見ての通りなんですけれども、めちゃめちゃこれ小さいんですよね。なんとこれ重さが、たったの 160g しかありません。本当にスマホ1台、カバンの中に入れておくぐらいの感覚でカバンに入れられちゃうので、サブのレンズとしてもいいですし、逆にですね、これもこれだけ軽いとレンズキャップ代わりにカメラにつけっぱなしでもいいかなっていうぐらいの軽さなんですよ。でもう1本別のですね、メインのレンズを使ってっていう取り回しとか、僕は非常にいいんじゃないかなと思いました。で、2つ目ですね、この EF50mm が、人気の理由のもう一つが、これね、めちゃめちゃ安いです。めちゃめちゃに安いです。レンズって本当にこうピンからキリがありまして、もう高いものだと本当にもう30万とか40万とかするっていう世界で、僕もですね、他の持ってるレンズは、やっぱりこう数万円台後半、10万とか、あとはものによって20万ぐらいするレンズって持ってるんですけれども、なんとですね、この EF50mm はですね、今カカッコムの価格でだいたい1万3000円なんですよ。このレベルのレンズが、1万円台で買えちゃうって本当もう信じられないですよね。で、しかもメルカリとかでこれ中古探すと本当に8000円とかで買えるんですよ。なのでキャノンの一眼を、買うのであれば、もうまず最初にこれ買っておくのはもう鉄板だと思いました。他にもですね、各社このマキエレンズ、出してるんですけれども、その中でもですね、やっぱりキャノンのこの 50mm が、一番安くてしかも軽いですね。しかもこれ APS-C 用じゃなくてフルサイズ用のレンズですからね。それで、この小ささ、この軽さ、そして、この価格帯ですねっていうのを、実現しているレンズっていうのは本当にもうこれしか、ないんじゃないかっていうレベルの、紙レンズと、言っても僕はいいと思います。ちょっとせっかくなんで、これ今つけて、動画も撮影してみますね。
こちらがですね、50mm F1.8 で今撮影している動画ですね、先ほどの 35mm よりも、ちょっと画角が狭い分ですね、歪みがなくて、あとは背景が、よりボケているのが分かると思います。なので、今後ですね、僕の動画の撮影はこっちの方を使う機会が増えるんじゃないかなと思います。こうやって三脚を置いて人を撮ったりとか物撮りをするっていうのには、かなりいいレンズなので、今後も、使い倒していこうかなと思います。先ほど撮影していた 35mm の、レンズも非常にいいレンズで、やっぱり画角が広い分、自撮りがしやすいんですね。手で持った時とかに、自分が入りやすいので、これ 50mm だと、手荷物ぐらいの、近さだとこんだけ近くなっちゃうんですよね。なのでそこはちょっと使い分けかなと思ってます。とはいえですね、どちらのレンズもめちゃめちゃ軽いので、正直こう2本、入れておいてもいいかなと僕は思ってます。本当に数百グラムなので、ちょっと広く撮る用と、こうやって、抜いて撮る用っていう形で、使い分けても、いいかなと思ってます。こちらの 50mm で先ほどの 35mm と同じぐらい寄ってみると、こんな感じですね、こうやって結構背景もボケて、でかつですね、この物の焦点というか、被写体もですね、歪みなくするので、かなりこれは使いやすいレンズだと思いました。動画でも写真でも。あとちょっと言い忘れちゃったんですけれども、こちらですね EF マウントなので、キヤノンの EOS RP の RF マウントにつけるためには、こうやって純正の、アダプターを、つけなきゃいけないんですね。で、これも、アダプターとはいえ、そんなに重くないというか、これぐらいコンパクトな感じなので、ちょっと、長さは出てしまうんですけれども、こんな感じで使えますよっていうところですね。この、EF マウントのレンズは、この 50mm1.8 しかりですね、やっぱりこう名作って呼ばれるこうレンズがかなり多いので、まだまだ掘りがいがある領域だなと思ってます。なので、これからもですね、ちょっとまたいいレンズあったら試してみたいなと思うんですけど、正直な話ですね、今 35mmF1.8 とこの 50mm1.8 があるので、あとは望遠で 85mm ぐらいのところがあれば、僕の用途的にはほぼ十分かなと思ってます。こちらのキヤノンの方でもですね、自分の中でこうしっくりくる、レンズの構成っていうのを、考えたいなと思うので、もし、ここで一旦、固まりましたっていうのが、出てきたらまたご紹介したいなと思います。改めておさらいになるんですけれども、とにかく、軽くて小さくてボケてさらに安いっていう、本当に買わない理由がないぐらいの、紙レンズなので、キヤノンの一眼持っていて、でまだこうキットレンズしか持ってませんよっていう方とかはぜひですね、最初に試してほしいレンズでした。またですね、いい感じのレンズとか、カメラとか見つけましたら、ご紹介しますので、この動画が良かったら、いいねもしくはチャンネル登録ですね、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフの堀口でした。バイバイ。